どうも。わさびチャンネルはこのメーカーで成り立っていると言っても過言ではないメーカー、それが DJI です。 DJI といえばご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、ドローンで有名なメーカーさんです。ここにもですね、自分が愛用しているドローン3機ほどあるんですけど、このわさびチャンネルはですね、ドローンを用いた空撮を多用するんですが、これ知ってる方少ないかもしれないんですが、このチャンネルの第一発目の動画がですね、 DJI スパークっていう、このドローンがあるんですが、これで、スケボーを追い撮りしてみたっていうのが、このチャンネルの本当に一番最初の動画になります。そもそも最初は空撮をするためだけのチャンネルになる予定だったんですが、空撮とかいろんなものを多用してたら、まあ、今に至るっていうわけなんですが、これが一番最初に使ってたスパークと。で2代目、これがですね、同じく DJI の Mavic Air 2っていうドローンです。これ3年ぐらい使ったのかな。でその後にですね、 Mavic 3 Pro っていうドローンなんですけど、これを今メイン機として使用してます。ここ見てわかるかもしれないんですが、三眼のカメラを搭載したドローンなんですよ。ものすごい望遠が効いたりですね、映像自体もめちゃくちゃ綺麗なので、これ愛用してます。ドローンといえばカメラと言ってもいいぐらい、それぐらい重要なパーツではあるんですけど、この DJI はですね、カメラ技術もすごくてですね、こんな感じでアクションカメラもですね、こういった具合に出してて、これ一番最初使ってたカメラなんですけど、水の中突っ込んでも全然大丈夫なんで、そういった映像を撮ったりですね、一時期 GoPro に乗り換えたんですけど、また GoPro から、この DJI の、最近出たアクション4っていうアクションカメラがあるんですけど、これにまた乗り換えて愛用してるっていうところですね。このチャンネルでは草刈りもめちゃくちゃやるんですけど、草刈りの時に使用してるカメラはもうほぼほぼこれです。でもってこちらに来まして、これがジンバルです。ジンバルが何かというと、カメラを装着して手ブレを抑えるっていう、まあ、そういった機械ですね。これ自体は紹介した動画は載せてはないんですけど、めちゃくちゃ愛用してます。物撮りの時にこう手ブレを抑えるみたいな時にすごいよく使ってますね。この動画の最初にこう出てきたカットもこれ使って撮影してます。ということで、このチャンネルの主に撮影周りの重要な部分を担っているのがこのメーカーさんなんですが、なんとですね、この度この DJI 社さんからこんなものをご提供いただきました。ポータブル電源になります。いや、ついに出してきたかって感じですね。しかもデザインめちゃくちゃかっこいい。ポータブル電源といえば、いろんなメーカーさんからいろんなものが出てはいるんですけど、その中でも群を抜いてデザインがかっこいいですね。初めて出したものとは思えないぐらい、それぐらい洗練されてます。しかもなんか2個送ってもらいました。今回ポータブル電源業界に参入するのかとびっくりしたんですけど、ちょっと待てよと。最初に紹介したこの製品群、ドローン、カメラで、ジンバルしかり、これ共通点があって、全部バッテリー駆動っていうところなんですよね。このバッテリーのノウハウをこっちにも生かすっていうところで、多分スタートしたんじゃないかなとは思うんですけど、なるほどなと。でこのバッテリー、特にこのドローンのバッテリーが素晴らしくてですね、最新の Mavic 3 Pro に関しては、これ46分ぐらい飛行し続けるぐらいの、それぐらいのポテンシャルを秘めてるんですよ。それだけ飛び続けられるっていうことは、この制御がすごいっていうことですよね。最初のこのスパークの動画を出したのが、まあ2017年なんで、7年ぐらい自分ドローンを飛ばしてるわけなんですけど、墜落したことがですね、一度しかないです。この Mavic Air 2の時ですね。しかもこれ自分の操作ミスで枝にこうぶつかって墜落させちゃったっていうことぐらいで、それ以外は一度も墜落したことがないです。緊急着陸みたいな、そういうこともなくてですね、信頼度がすごいと。なのでこのメーカーさんが出したこのポータブル電源っていうところで、これはかなり期待できるんじゃないかなと思います。今回2つ送ってもらったんですけど、このちっちゃい方が DJI パワー500、このでっかい方がパワー1000っていうポータブル電源です。いや、どちらもですね、まあ、さっきちょっと言ったんですけど、デザインがめちゃくちゃかっこいいですね。DJI さん特有のなんか独特のデザインがあるんですよ。ドローンとこう比べても似てますね。この排熱する部分だとか、こういったつなぎ目の部分とかですね、あと材質ですね、本当にこのドローンに似てると言いますか、スタイリッシュ でなおかつこういう部分もですね、放熱とかですね、そういったものもかなり考えられて作られてるっていうのはもう容易に想像できますね。こっちに関してはですね、持ち手がこういう風になってます。片手で持つのをこう想定して作られているというか、逆に言うとこう両手で持つ感じではないですかね。
片手でこう運ぶ感じになってます。このでかい線の方は両手でこうがっちりと持って運べるようになってますね。でこれ電源はちっちゃい方はここですね。ちょっと押してみますか。この起動音がですね、ドローンやってる方だったらまああるあるじゃないですけど、 DJI さん特有のこの起動音がしますね。で、まあ、ディスプレイがここに表示されてると、すごい、見やすいです。安全性が高くて繰り返し使える回数も多いリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されています。電源の容量なんですが、こっちが 512Wh、 こっちが 1024Wh になっているようです。ポートもいっぱいありますね。500の方から見てみますか。 USB-C が2つ、 USB-A が2つで、コンセントが2つさせる。でこれがこのポータブル電源をチャージする用のポートですね。ここには 540W と 270W ってあります。こっちは急速充電ですかね。ただこういうポートもありますね。 SDC ソーラーパネルからこれ自体を給電するっていう時に使ったりする、そういうポートかと思います。こっちもですね、ちょっと剥がして、 USB-C が2つ、 USB-A が2つで、コンセントが2つ。同じくこれ自体を給電する用のポートですね。ここにも 600W と 1200W ってあります。こっちが急速充電かと思います。でこっちにはこの SDC っていうのが2つありますね。こっちには SDC ライトって書いてあります、はい、こんな感じでいろんな電子機器を充電できる、そういったポートがこう備わってると。まあ、これどちらもそうなんですが、ポートを使うときはですね、ここをオンにすると、こっちはここですね、 AC って書いてあるボタンを押すと、今ピーっていう風にここの緑色のランプがつきました。これであとはこういった自分がこう充電したいデバイスのですね、こう挿せば、このカメラの今充電器をこう充電してみてるんですけど、こんな感じですね。アウトプット 5W っていう形で、こういったインジケーターもこう分かりやすく表示されてますね。この500もこの1000もどちらもそうなんですけど、なんとこの DJI 社製のドローンを充電するときにですね、急速充電ができるらしいんですよ。この Mavic 3 Pro で言えばバッテリーこんなものが搭載されてるんですけど、これを30分ぐらいでもうフル充電できちゃうと。やっぱドローンって飛ばしてるとあっという間にこうバッテリーが終わっちゃうんですよね。自分はフライモアコンボっていうこのバッテリーが3つついてくるセットを買ったんですけど、3つ持っててもやっぱ長時間にわたる空撮っていうとバッテリー周りが一番心配になってくるっていうところで、急速充電機能はありがたいですね。しかも30分で充電できるっていうことは、まあ自分でいう草刈り動画を撮ってる時にですね、休憩中に充電しとけばもうフル充電できてるっていう、まあそういうイメージですね。そういった素晴らしい機能がこう搭載されていると。なので撮影を仕事にしている方にもこのポータブル電源いいんじゃないかなと思います。今これどちらも 100% なんですけど、こういったドローン充電したりその他の家電を動かしてたりすると 100% から 0% までどんどん減っていっちゃうじゃないですか。そういった時はこれ自体を充電する必要はあるんですけど、なんとですね、70分以内にこれフル充電できるっていうスペックを誇るそうです。充電時間が短いっていうのは素晴らしいですよね。このドローンのバッテリーをこれで充電しながらちょっと使ってみたいと思います。よいしょ。
ってことで今ドローンちょっと飛ばしまして、バッテリーの残量それぞれこんな感じになってます。全部で3つありまして、番号123って振ってあるんですけど、1番目が4分の2、2番目が4分の1で、3番目が4分の3っていう感じの残量になってます。この2番目が一番減って4分の1って感じになってますね。ちょっとこれを充電してみたいと思います。これを使って、で普段はですね、この DJI のこの Mavic 3 Pro 専用のこの充電器、これを使ってます。ちょっとこれでまずやってみますか。こうしまして、でまあここにですね、こんな感じでこう3つ挿して、充電を行うと。これがですね、まあこう挿してこう1つずつこう充電していくんですよ。これがマックスになったら、これがマックスになったらこれみたいな感じですね。今94ぐらい出てるっていうところです。でちょっと今回せっかくこんなものを送っていただいたので、Mavic 3バッテリー用の急速充電器ですね、ちょっとこれ抜いて、この一番減っているこの2のやつ、これをちょっと充電してみます。こういうことですかね。でこのオレンジ色の端子を、この SDC っていう書いてあるこのポートにこう挿すのかな。これで今充電が開始されましたね。こんな感じで充電が開始されて、おどんどん上がってきますね。115、117、あどんどん上がっていく。135とか出てます。ちなみに、ここにですね、直接バッテリー挿してちょっと一瞬この SDC ってやつこれ抜くんですけども、この USB-C ポートからこの USB-C ポートへ直接給電することもできるんですよ。あ今みたいな感じですね。今給電されてます。これだとですね、83W とかっていう数字が出てます。なのでこれと比べるとこっちめちゃくちゃ早いですね。っていうことはですよ、これをこうすればこっちも充電できて、なおかつこうすれば今一気に3つのバッテリーを充電できてますね。ではちょっとこんな感じで、今だいたい3時半なんですけども、ちょっと30分ぐらいですかね、この状態のまま放置してみたいと思います。330W ぐらい出て、一度で今充電してるっていう感じです。はい、ということで、今ちょっと20分ぐらい散歩してきて今帰ってきたんですけど、いやこんな感じで、今この3つのバッテリー全部4メモリぐらいのところまで充電いってます。すごいですね。特にこれ、この急速充電というか、この SDC っていうポートを使ったやつがですね、この充電始める前はですね、残量が、こっちが3、これが2で、これが1だったんですよ。なので、これが一番残量少なかったんですけど、それがこう追い上げてきてですね、この残り2つのと同じぐらいの、バッテリー充電量に今なってると。はい。もうちょっとだけ、このまま放置してみましょう。お、今。これ見えましたかね。なんと一番バッテリー減ってたやつがですね、ちょうど今3時半から始めて30分ぐらい経ったところでフル充電完了しました。追い上げて一番最初に充電完了したっていう感じですね。さっきからちょっと見てたんですけど、ここの供給電力がですね、さっき300とかだったんですけど、このバッテリーがフルに近づくにつれ、供給する電力を減らしてってるっていう、まあそういう設計になったのかな。いや何にせよこの SDC ポートはすごいですね。見事追い上げて、これがフル充電完了しました。
ということで、3時半から始めて35分経った、まあ、4時今5分ちょい過ぎですね、4時6分ぐらいで、3番のこのバッテリー、これがフル充電完了しました。この充電器、使って充電してたやつですね。で残りは、この本体に直接繋いでるやつ。はい、ということで、今開始から45分ぐらい経ったところで、これの充電も終わりまして、3つのバッテリー全ての充電が完了しました。いや素晴らしい。で最終的にはですね、68% です。なので 32% 消費してこの3つのドローンのバッテリーを充電できたっていう感じです。こういったドローンの撮影をもう仕事にしてる人にはですね、本当にこれいいと思います。これと特にこれ SDC 専用ケーブル、これは非常におすすめです。今回はこのドローンのバッテリー充電したんですけど、こういった USB-C でこう充電できるガジェット、こういったものの充電にも非常に有効です。これなら場所も取らないし、そこまでの容量必要としないけど、こういったものもこう充電したいっていう人にはこのパワー500とてもいいんじゃないかなと思います。ではですね、次パワー1000の方も試してみたいと思います。ではですね、次にこのパワー1000の方、これを使ってみましょう。まあこのポータブル電源動画ではよくやるんですが、この電子レンジを作動させてみたいと思います。この冷凍したご飯、このカチカチに凍ってるやつ、これを温めてみましょう。では温めスタート。おお、こんな感じで今1385ワット付近を行き来してますね。安定して電子レンジも作動してます。はい、ということで今、チンできました。おお、わあ、熱々です。わかりますかね、ちちちち、さっきカチカチだったご飯が、こう熱々にチンできました。ポータブル電源の容量もですね 5% 減っただけで、このご飯、冷凍のご飯をチンできたっていう感じですね。一度も落ちることなく安定して使用することができました。じゃあちょっと最後にですね、これを使用して車中泊一晩泊まってみたいと思います。ということでわさび田にやってきました。今夜はここで一晩過ごしたいと思います。まあ、今ちょっと来るときにですね、こんな感じで、一緒に送ってもらったこのシガーソケットから給電できるやつ、これ使って充電してきたんですけど、この道中でですねほぼフル充電いけました。まあ、あと 1% なんですけれども、フル充電に近しい値まで、充電することができました。これ使って、一晩過ごしたいと思います。これと一緒に送ってもらったこのバッグも今回こう入れてみたんですけど、このバッグもですねよく考えられてて、ここにはこの今のシガーソケットのこの充電する用のプラグですね、こういったものもこの中に入れて保管することもできるようになってます。サイドのこの吸気口もこう穴開けられたりですね、でもここも閉められるんですけど、
ここから直接コンセントを挿してみたいな、そういう使い方もできて、これいいですね。ドローン用のバッグもそうなんですけど、本当によく考えられててですね、ドローンのバッグに関してはすぐ開けてすぐ取り出して飛ばすみたいな、そういう運用もしやすいようになってます。このバッグもですね、これ防水仕様になってるので、こういう細かいところですね、こういうところ本当に信頼できるメーカーだなっていうふうに毎回思います。
はい、ということで今回これ使ってみて良かったポイントとここがなと思ったポイントそれぞれ挙げていきたいと思います。まず良かったポイント、一番個人的にびっくりしたのは静かさですね。これどちらもそうなんですけど、給電している時めっちゃ静かです。あの車中泊の時はこれこっちをメインで使ったんですけど、これ一晩中電気毛布つなぎっぱなしだったんですけど、ほとんど音が聞こえてこなくてですね、それのおかげで朝までぐっすり眠ることができました。放熱するにあたりかなり大きめのファンが搭載されているらしくてですね、それもあってか安定感がやっぱすごいですね。さすがこのドローンで培ったこのバッテリーの技術といいますか、一度も不具合もなくですね、安心してなんか使えましたね。あとはですね、あの単純にデザインがめちゃくちゃかっこいいっていうところで、さすがこのドローンのデザインもすごいかっこいいんですよね、このメーカーさん。なんかこのエッセンスがこのポータブル電源にも生かされてると言いますか。あと操作面もですね、 DJI 製のドローン使ってる人だったらわかるかもしれないんですけど、この電源起動とかこれ操作一緒なんですよね。なのでちょっと使っててワクワクすると言いますか、このデザインも相まってなんか所有欲が満たされるポータブル電源だなと思いました。こういったインターフェース、このディスプレイとかですね、そういったものもなんかすごい見やすくて、それでいてシンプルで、あの初心者というかあのポータブル電源使ったことない人でも安心して使える、そういったポータブル電源だなと感じます。こっちの500に関してはですね、この持ち手の部分がこれ斬新で自分すごいいいなと思いました。この握るところ1個しかないですからね、まあ、こっちは2つ握ってこうよいしょって持つんですけど、この小さい方はもう片手で持ってくださいよみたいな、このデザイン斬新じゃないですか。 DJI さんはですね、このドローンもそうなんですけど、この普通こんな折りたたみ方しないじゃないですか。それをもう実現しちゃって、しかもこれを一度使っちゃうとですね、折りたたみじゃないドローンはもう使えなくなっちゃいますね。それぐらいこうスタイリッシュで、なおかつ機能的で、しかもコンパクトになるっていうところで、このデザインしてる人なんかすごいなと思って、このドローンもそうなんですけど、足し算引き算みたいなのがめちゃくちゃうまいメーカーだなと思います。これどちらもこの DJI 製のドローンを急速充電できるっていうところで、あの特にこの500の方はですね、コンパクトで簡単に持ち運びできるので、ドローンを使って撮影をする、まあそういった仕事をしている映像クリエイターさんとかですね、そういう方にもこれすごいおすすめです。でこの1000の方はですね、これはこれで電子レンジすらもあの作動させることができるぐらいのスペック誇ってるんで、こっちよりも電力を消費する家電をこう使うとか、そういう時はこっちが向いてると思います。今回車中泊で一晩使ってはみたんですけど、 58% まで残ってるんで、もう一晩ぐらいこのまま車中泊行っても問題ないぐらい、それぐらいの容量を誇ると。これ使ってると残量なくなってっちゃうとは思うんですけど、これどちらも充電速度がめちゃくちゃ速いっていうところで、仕事行く時にこれ持ってかなきゃっていう時もすぐに充電してそのまま持ってくっていうこともできるんで、この充電速度が速いっていうのも素晴らしいです。で今回はですね、このパワー専用のこういったバッグもちょっと送ってもらったんですけど、これも良かったですね。まず作りもすごいしっかりしてるっていうのもあるんですけど、サイドにポケットがついてたりだとか、後ろにはですねこうチャック式のポケットがついてて、こういったさっきちょっと見せたシガーソケットから充電できるケーブルとかもこう入るぐらい、大きめのポケットがついてるっていうところで、これ結構持ち運ぶ人にとってはいいんじゃないかなと思います。今回車中泊で使った時にですね、ハンドルといいますか、これめちゃくちゃ良かったですね。これがないとこう抱えて、よいしょって移動しないといけなかったんですけど、これがあることによって今回布団とかある荷台の方から、これ後部座席に置いてあったこのポータブル電源をよっと移動させるみたいな、そういう時にこれすごい便利でした。バッグ一つ取ってもめちゃくちゃ考えられてるなっていう、さすがだなっていう印象を持ちました。あとはですね、これすごいちょっと細かいところなんですけど、個人的にめちゃくちゃ嬉しかったのがですね、ディスプレイあるじゃないですか、ずっとついててくれるっていうのは ありがたいですね。結構自分いろんなポータブル電源持ってるんですけど、メーカーによってはこのディスプレイがすぐ消えちゃうっていうメーカーさん結構多くてですね、例えばちょっと離れたところにポータブル電源置いてあって、あ今あれ残量どれぐらいだろうってこう見るときにですね、ディスプレイが消えちゃってると、いちいちそこまで行ってこう押して、あ今何パーかっていう風に見ないといけないんですよ。今回車内だったんであれなんですけど、キャンプ行った時とか結構離れたところから
あと何パーだろうみたいな結構見ることが多くてですね、ディスプレイずっとついてくれてるっていうのは個人的にすごいポイント高いです。暗闇だと、ちょっと眩しいって感じることもあるかもしれないんですけど、その時はですね、この電源ボタン1回押すと表示だけ消えてくれるんで、これで眩しくなくなります。押しとくとずっとついててくれるんで、個人的にはこれすごい好きです。はい、ということでこれ送ってもらった手前ちょっと言いづらいんですけど、ここかなと思った点もちょっと挙げておきたいと思います。一番うーって思ったのはですね、この線の方のコンセントとか、この USB ポートですね、これの数がこっちと一緒なんですよ。なので特にコンセントですね、もうちょっと増やしてほしいなっていうのは思いました。このスペックと似たようなポータブル電源と比較すると、もうちょっとコンセントついてるメーカーもあったりですね、個人的にはこのコンセント4つぐらいあってもいいんじゃないかなとちょっと感じちゃいましたね。あとはですね、さっき特にこっちの500について斬新でいいって言ったんですけど、もっとなんか斬新な何かが欲しかったと言いますか、ちょっとこれ期待しすぎな面もあるかもしれないんですけど、この毎回 DJI さんの特にドローンに驚かされるんですけど、昔はですね折りたたみできなかったものが折りたたみになったみたいなところで、いやそう来るかっていう斬新さがですね、これは良かったんですよ。この片手で持てるっていうのはちょっと斬新ですごいなと思ったんですけど、なんか上に置いてそのまま直で充電できるみたいな、なんかそういう機能がついてたりだとか、なんか直接ドローンのバッテリー挿して充電するみたいな、なんかそれぐらいの斬新さがあっても良かったかなと正直ちょっと思っちゃいましたね。まあでもそんなところですかね。どんな人が使っても使いやすいオールマイティなポータブル電源だなと思います。もしこれ気になった方がおりましたら、概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は DJI さんが初めて作ったポータブル電源を使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。